ね、月曜日なんだ。2人とも。変わる？いや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 。変わりました。変わる？いいですか？あ、すごい。今の反応はね。全然やった。江戸昔から続く御前町で、沖縄の文化を今に受け継ぐ、衣食主催、ドケッツ、四季折々、旬の料理で、大切な人と大切な時間をごゆっくりお過ごしください。門前仲町、お茶が好きから始まります。わかりました。私たちは困ったらすごい、そこまで見えない。そうそうそう、前ね、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。横浜大会はサッカープレミアリーグチェルシー FC のオフィシャルパートナー契約を結んだ。オレンジなんだね。私盛んに攻めなければ世界は動き出す。夜はオレンジなのか。世界中のサッカーはオレンジ。いやいや、どっちかも。え、そうなんですか？そうなんですかって。黒い時はヘッドホンが調子いい時です。今調子悪いんです。あ、そうなんですか。そうなんですか。クリスタルレインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月明かりへようこそ。下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートが止まらない。2016年5月16日マンデーナイト21時オープン。今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。ダイヤモンドミッチーナ、毎回ワクワクが止まりません。見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、そんな番組がどこかにありましたか？楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。2016年クリスタル、大人が素敵に輝くことを応援します。どこからだっていいですよ。まだ見たことのない自分になってしまいましょう。本家クリスタルの始まりです。ここは大人の本気祭りでございますよ。キリンちゃん浴衣似合ってましたよ、うん、いいでしょ。衝動がサンジャにね、こないだ初サンジャ祭りに、すごかったでしょう。でも私深川でやってますからね。ああ、そっかそっか。ああいうのはお手のもんで、違う、騒ぐ。いや、全然しっくり言ってましたもん。私ね、担ぐ方じゃないんですよ。担ぎますかって言われて、いや、私はしゃんなりとって言われた。れたいなせな感じでしたよ。そうなんですよね。でも今回はね、浴衣着ていかなかったの。だけど、裏を言ってね、おもてなしおかみがね、連れてってくれて、エレガントなね、で、着物屋さんに連れてくれて、いろいろ紹介してる間に、そうかとか言いながら、じゃあ着物、帯、下駄とか、ま、って全部、じゃあ全部って言って買っちゃった。すごく似合ってた。やりますよ。浴衣祭りクリスタル。またかっオーダーだよ。おー、やるだろ。ほんと出来上がったアフロおじさんっぽくなるよ。いやすごい楽しみですね。すごいよ。あ、そうですか。あのね、松っぱの酔っ払ってぶっ倒れるとこ見た。
なんかね、若干そうかなと思ったんですよ、あの写真見てて。おーけやっぱり、あっちのなんかもう一人の、あのちょっと背中あったら、もうマサさんは大丈夫でしたか。でね、潰れ損ねた先に潰れながら、まあ、まあ、しっかりしなければと思ったんですよ。あら、残念でしたね、それは。ラジタルの自分3人しか行ってないのにね、一人中心の人がぶっ倒れ、後半ずっと出てました。どうですか。でも何言ってるか分かんない。そうで、なんでもないんでしょとか言って。いいですよね、一年に一回ね。いなせる男たちがいっぱいでね、なんかいい気とかいろいろやってたよ。面白く。私は飲まないから見てるだけなんだけど。祭りはいいね。いい。気持ちがいい、見てて。祭りはいいよ、本当に。なんかみんなのガッとこう一つになってね。どうするって話でね、深川のクリスタルで出るとか言ってるけど。マジで。止まらない。やるときはやらないよ。渋谷のにも誘われてるんだけど。そうなんだ。もう行っちゃうよ、今年は私。ちょっとね、出向くことにした。いいと思います。ね、あの、おもてなしを込むとね。うん、私もおもてなしするばっかりなので、うん、作ってもらったのを食べる機会がないのよ。そうよね。行ったらさ、あのサロンにね、この間行ったら、うん、どうぞって言われて、キャーって思って食べてお土産もらって、みんないつもこんな感じなんだなと思って、ね、嬉しいでしょ。で、あの昨日の祭りの時に私がお料理を持ってったのね、うん、そしたらおもてなしおかみがなんか嬉しいとか言っていつもするばっかりやそんなでした。いいですね。私はおもてなしをしたりされたりで、ね、あの充実した一年になりますね。違うことをやってみるのもいいかもしれない。あ、そうですね。相手の気持ちも分かったりね。うん、ちょっといろいろいいですよ。あのシンクロでもそう言われてますんでね。そうだったね。今日からでしたね。もう早速やってます私。あ、今よ、みんな一年にちょうだい。ちょうだい。死に出ちゃった。はい、行こうよ。あ、そう、もう誰喋ることある？いや、今喋ってます。もうダメ？もうおしまい。私の番組だった。ダメだって。いいやじゃあやろう。ね、イッツショータイム。これ初めてじゃないですか、こんな適当なイッツショータイム。びっくりしちゃった。隠せなんでだよ。